シャッフルボードのダイアグラムシャッフルボードは、細長いコートの上でディスクを押し出し、ダイアグラムと呼ばれる、得点盤上に到達させて、その得点を競うニュースポーツ、シャッフルボードとも呼ばれる。船の上で、シャッフルボードに興じる人々15世紀のイギリスで行われていた、勝負ボードないし、ショベルボードと呼ばれるスポーツが起源とされる。19世紀後半、船旅の間に、 甲板で過ごす、サイのレクリエーションとして広まり、1913年、アメリカのホテル経営者がこれをヒントに、フロリダ州デートナで始めた。日本では、第二次世界大戦後、国際キリスト教大学に宣教師が、日本国内初のシャッフルボードコートを作った。1979年、日本シャッフルボード協会が創設され、日本における本格的な普及活動が始まる。 同年に国際シャッフルボード協会が設立1981年より毎年国際大会が開催されている。1対1のシングルスと2対2のダブルスの試合形式がある。差し股状に先端が2つに分かれた球を用いて先行が黄色、後行が黒のディスクを交互にそれぞれ4枚投げると1フレームになる。シャッフルボードのコートタンポポシャッフルボードは 高齢者や障害者向き1 9 9 6年頃に考案されたシャッフルボードの一種である。通常は両端にそれぞれ一つずつあるダイアグラムを一方だけとし半分の長さのコート短い球を用いる日本シャッフルボード協会歴史2012年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年7月9日閲覧野宮通 ニュースポーツ用語辞典有疑者2000年 P68ISBN 48億9659万6250ありがとうございます。